久保さん。いや、今日はね、しんどいですね、もう。<laughs> ずっと今、ワンツーとか撮ってるんですけど、まあ、30本強化あるんですよ。まだ半分いってないね。なんか一人一人結構ね、やってるんで。ね、一人10分でも1時間で6本しか釣れ,くれないですからね。<laughs> まあまあ、結構きついんですけど。でもまあ、これ、休憩ですよ、久保さん。もはやね。 行動しながら休憩するっていうね、まあ、その境地に行ってますけど、あのー、なんだろうな。まあみんな、あ、そうそうそう。で、あのー、今回アンケートで、なんか東京オリンピックをダラダラ見ながら、ダラダラして生活してましたっていうアンケートがあって、まあ、勝つみたいな動画を撮ったんですけど、<laughs> いや、まあ別に、まあそれはそれでいいんだけども、まあ、なんだろうな。 まあ僕が言ったのは、まあタイムリープってあるよっていう、ただ事実をただもう淡々と述べただけなんですけど。<laughs> うん。なんかね、みんなね、分かっていながらやらないんですよね。多分わかまあ僕がね、事実、その事実を知らなかったっていうことはないと思うんですよ。人生は一度きりという事実を知らないですっていうことは、多分ないんですよね。久保さんないですよね、さすがにこれは。なんか僕は、 何度でも生まれ変われるんですとか、僕はあの死なないんですとか、僕は永遠の命を持ってるんですっていう人が、いるのかなと。多分まあいないでしょうね。日本どこも探しても、いないと思いますよ。これは。まあまあ、フリーメイソンとかね、わかんないですけど、秘密結社とかわかんないですけど。<laughs> なんかあのな、なんだっけな、ちょっと名前忘れましたけど、なんか心臓移植6回したとかね、なんか,なんか話ありますけど。 そうなんか本当に一部の本当に限られた一部の人は金財力持ってる人は、まあ、死なないようにいろんなね心臓も何度も移植したりとか何かいろいろこねくり回したらできんのか分かんないですけど <laughs> まあまあ限界ありますよ多分もうだって老化していくので。 だからこの老化しない薬みたいなのがあったとしてもそもそもなんで老化するのかっていうとそれは自然の原理原則なんで老化して土に帰るっていうこの、ねまあ、植物も全部そうなんですけどやっぱその原則があるので、まあ、でも人間はその原則すら破っていけるテクノロジーを手に入れるかもしれないですけどね。うんだからまああ,あの まあ一度きりですよっていう単純にうんだから本当は真剣に自分に向き合う自分の限りある時間をに向き合えるかどうかっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思いますねうんだからその大悟さんの炎上タイトルどうしようかなまあ僕は大悟さんを入れなくてもいいかなまあ結局そのなんだろうな あの人,人,人のことああだこうだ言ってる前に自分のことああだこうだしろっていうね。人のことをああだこうだ言う前に自分のことをああだこうだしろっていう。これでいいんじゃないですかね。うん、でもそれをしたく、それ、吉田さん、人のことをああだこうだ言うことが僕の人生なんですっていうことだったらいいんですけどね。うん、少なくてもそれをね、なんかその自分のためにっていうかアクセスを持ってくるためにその話題を言うんだったらまだいいんだけども。 な何も生産性ないじゃないですか。ね。久保さんがなんでそのタイトル付けをしてるのかっていうと、少なくともアクセスがね、来る可能性があるから、今、多分炎上で、多分トレンドでいっぱい出てると思うんで、だからタイトル付けでそのテーマで話してるだけであって、別に何でもいいんですよ。億万長者合宿は。ぶっちゃけ。<laughs> でやれなんで。うん、<laughs> やれ以外何もないですからね。うん